はい、じゃあまず基礎練習行くぞ。あ、じゃあまずリフティングやれ、リフティング。お前どんだけ飛ばしてんの。お前まずお前ちゃんとこれ足の中心を捉えて。はい、じゃあ次ラリーするぞ。はい、はい、じゃあキーゴ行くぞ。はい。おいこらお前バカだれが、お前責任取れんぞ俺。お前力加減とも知らんか、お前バカだれが。お前はい、はい、じゃあ金子行くぞ。はい、はい、じゃあキーゴ。はい、お前月を舐めてんじゃねえかこらバカだれが。お前あんだけ言っただろ俺、月を破壊するなと、月を大切にしろよと。え、まあ、理科の授業でもあんだけ散々さ何回も何回も言ったけれども、月はとても大切ですよってあれだけ何回も何回も言ったのね。月は地球にとって必要不可欠な存在なんですよって。じゃあ作ればいいんですね。はい、綺麗なお月様ですね。待て待て、おい。ねえねえお母さん。なになに。中学の部活ってどんな感じなの。そうね、一言で言うなら青春だったかしら。それは私が中学の時、それは親友のヤジとブスコ。ちょっとキッコ、サイドステップで歩いてるじゃないの。え、あんたたちもじゃないの。サイ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 。過去年1位のイケメンケンゴくんだ。お、ジョバスじゃん。バスケ部同士、お互い県大会行こうな。で、てか、あんたもしっかり練習しなさいよ。キッコにはかなわねえな。じゃ、ちょっとキーコ、本当にケンゴくんのこと好きすぎなんだから。あじゃ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 キーコしたら。県大会出場をかけた最後の試合、相手は強豪屋根中だ。気合い入れろ。はい。ルーズボール。ちょっとあんた舐めてんの。ごめんなさい。そんなんで勝てると思ってんの、こら。あ、ケンゴくん。なんで髪にもみがついただけよ。可愛い顔が台無しじゃない。ファイティン。ファイトじゃあ今日の練習は終了だ。お疲れ様でした。お疲れ。お疲れ。よいしょ。チームに下げよう。最高なんだけど。あー気持ちいい。てかさ、こんなかけても私たち彼氏いないんだから意味なくない。うるさがね。てかキャップも同じよ。いいね。ぬぬぬぬ、だってこれってできたよ。あー嘘でしょ。絶対嘘つかないでよ。てか私もキャップ交換するわけないじゃん。じゃあ先輩方、お疲れ様でした。1年だから先に帰んじゃねえよ。ちゃんと鍵閉めて最後に帰れよ。は、はい。これで侵入するぞ。開いたぞ。ここに隠れてれば絶対見つからないぞ。でも大丈夫かな、もし家主が帰ってきたら。あー、まったく疲れた疲れた。なんなんだよあの親父は。よっこらせ。元年の仕事も大変だな。楽して稼げると思ったのに。酔いによって感じるかよ。元年の仕事っちゃも大変だな。あ、
ントも見当たんないな。まさか帰った？うわあ！お前ら自爆しに来たのか？いるぞ、逃げろ！待てマンションは遊ぶ場所じゃないんだぞ。分かってます。それじゃあなんで公園で遊ばないんだ。公園は規制が厳しすぎます。大声禁止、ボール遊び禁止、走り回るのも禁止。どうやって遊べと。本当は僕たちも公園で遊びたいんですよ。よし、分かった。君たち、私の部屋を公園代わりに使っていいぞ。え、子供にとって遊びっていうのは仕事と同じだからな。その遊びの場がないのは僕ら大人がどうにかしないといけない。管理人さん、遊ぼうぜ。みんな楽しく遊んでるかな。お前ら、いい加減にしろ。てかキーコ、次の試合勝ったらケンゴくんに告白しちゃえば。あら、これはこれはバンカラ中のブスどもじゃない。見てられないわ、ほんとひどいわ。なんなのよあんたたち。あらあら、暴力で解決するつもり。知能ゼロのゴリラかしら。バスケ部なのにバスケで勝負できないのね。さ、行くわよ。なんなのよあいつら。でもなぜうちの学校の近くまで来てるのかしら。そう、すいません、ヤネスケ君とお知り合いなんですか。ん、知らない子だよ。ああ。てか、これ地上波。はい。え、私30段歳独身、彼女募集中であります。イエーイ。すいません、ちょっと撮影中なんで。イエーイ。すいません、すいません、警察呼びますよ。警察、警察、警察呼びますよ。これを見てるみんな、不審者には気をつけてね。あれ、どこだ。おい、ついてくんじゃねえよ。でもこれ撮影なんで。番組名は初めてのお使い。まさか子供を危険にさらして大人たちが気持ち悪い笑みを浮かべてる初めてのお使いじゃねえよな。最後のお使いです。じゃあいいや。とんでもない嘘をついちゃったけど、これは仕方がないね。コンビニに来たヤネスケ君。でも金塊を探すんじゃ。いらっしゃいませー。わ、おでんだ。触っちゃおう。ズン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 。水差すようで悪いけど、それは犯罪だよ。あ、うまいもんだ。いただきます。あらあら、会計前のうまい棒を食べちゃったよ。お願いします。そりゃ笑えんよな。待ちなさい。バイバイ。え、お前の部屋はこっちだ。来い。こんにちは。君、撮影の邪魔したらおにぎりくれるって言ったよね。お腹が減ったな。ほら、おにぎりが食べたいんだな。おじさん、いい話があるよ。僕に密着してるカメラを邪魔すればいっぱいおにぎりあげる。ほら、おにぎりのために頑張るだ。ほら、ちょうだいよ、おにぎり。食いしん坊のアザラシみたいでかわいいね。ここにいるとき完璧神経が侵害されそうなので仕方ないな。なんだか聞く。ほら飯だ。相変わらずまずいパンだけど、俺にはこの角砂糖があるんだ。どうだガキ、羨ましいだろ。
つの間にプリンも万引きしてたみたい。おいしい。おい、ほら、よこせ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 。暴力振るつもり、もしここで暴力振るったら暴行罪でケーキが2年ほど伸びるけど、それでも投げるかって怖い。ほら、殴れよ、殴れるもんなら殴ってみろよ。よく言えたね、いい子いい子。はい、あーおいしい、おいしい、もっともっともっと、おいしい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 、クローザルメントを言えます。目先の利益しか考えられないから犯罪者になるんだね。ハッピー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 みんなでメイクアグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッテマッミーマッミー息子で一儲け。お小遣いはなしのバッナーハッテ。